ああこういうことだったんだなっていう人生ってって思いましたね。もうめちゃくちゃ泣きましたし、感動して心は震えて、すごい衝撃でしたね。そうですね、救われたって感じかもしれないですね。僕はこれ人生で最も影響を受けた本だなっていうふうに今も思ってまして、本当に一番今でも感謝してる本なんですけど、夜と霧という本で、まあ、このフランクルっていう人がアウシュビッツ収容所に収容されて、ある日突然で家族ともバラバラになって、で周りの人もかなり非人道的な扱いをされていく中で、このフランクルという人がどうやってその中でも生きていくという希望をつないでいくかっていうのを精神心理学者の視点からまとめている本になってますね。で、私高校の時にすごく悩んでいて、あんまり学校に行けなくて、それは別にいじめられてたとかそういうことではなかったんですけど、どちらかというと生きてる意味というのが分からなかったので、しかも論理的に考えれば考えるほど、合理的に考えれば考えるほど、生きることに意味なんてないじゃないですか。人間って起きて飯食って、トイレ行って寝て、それを究極まで突き詰めるとどうなるかというと C じゃないですか。教師の方が効率性高くなるっていう、でたどり着いてしまうわけですよね。合理的に考えれば考えるほど、でそれに強く悩んでいて、で生きてる意味がもしないのであれば、いい会社に働くに就職する意味もないし、いい大学に行く意味もないと、ということは目の前のことを勉強する意味なんてないじゃんっていうふうに思ってたんですよね。でそれですごく悩んでた時に、この本何かのきっかけで読むことになって、で、アウシュビッツ収容所という、本当に人類が起こしてきたその悲劇の中でも最大級の悲劇の中で、その中でも人は内なる意味というかを見つけることで、その生きていくことができるっていうふうに書かれてたんですよね。でそれを聞いた時に、あそうかと、意味というものは外側にあるのではなくて内側にあるんだなっていうふうに教えてもらったんですよね。だからそこから結構すごく救われた気がしたんですよ。それでじゃあ意味っていうものは何の価値があるかというと、意味っていうのは人間が主観的な楽しさとか主観的な正義っていうものじゃないですか。その感情というものに対して唯一支配されないためのすごく重要な要素だと僕は思っていて、で例えば僕はその高校の時とかって、今日学校行きたくないなと、今日学校行く気にならないなと、じゃあ休もうみたいなって、それって結構感情じゃないですか。人間って基本的に感情の生き物だと思うんですけど、でもその意味というものをもし人が内在に持っていないのだとしたら、感情の奴隷にならざるを得ないと思うんですよ。だけどもし人間が内なる意味というのを持ってたら、人ってその感情に負けずに生きていくことができると思うんですね。例えば分かりやすく言うと、お子さんを持ってる、お母さんがいるとすると、でそのお子さんを育てていかないといけない、それは生きる意味になるじゃないですか。でその時に例えば多少すごい嫌なことがあったりとか苦しいことがある、でもその感情に支配されずに、自分はその自分の子供を育てるために頑張るんだっていうふうに抗うことができますよね。自分の中にあるそのニーズが自分を動かしている、その時に自分の内なるその声というか、その世の中に答えはないんだっていうことに気づくわけですよね。世の中に絶対的な偏差値みたいなんで決まる世界とか何が正解かない中で、初めて
外側に意味っていうものは存在するんじゃなくて、内側に求めなければいけない、求める必要があるんだなってことを気づくっていう構造だと僕は思ったんですよね。で、僕も高校時代、自分なぜ存在してるのかっていうのを分からなかったから、耐えられなかったし苦しいと思ってたわけですよね。で、そういうふうに、その人間がその内なる意味というものに気づかないといけない、だから気づいた方がいいんだなってことを、なんか僕はこの本からものすごく学んだ気がしてますね。当時はでも何を思ってたかな、まあでもやっぱり不条理というか、世の中に不条理な構造によって苦しんでいる人がいる、それを自分の力で全てを解決することはできないかもしれないけど、少しでも良い状態にして世の中に返すっていうことに対して僕はすごく意味を感じてたと思いますね。なので高校3年生の時に、まあ、社会起業家みたいなことをやってたんですけど、まあ、例えばボランティアとか、まあ、東北のこの家庭教師みたいなことをやってたりとか、まあ、そういう的なことをやってたんですけど、でなんかその時に、なんか目の前の人が喜んでくれたりとか、ありがとうって言われることがすごく意味を感じられたことだったので、その自分が学んでるという普段時間使ってる勉強という行為と、一方でそこでは全く評価されないし、既存のレールの中では何も言ってももらえないんですけど、点数っていう意味でなんですけど、そこから外れたその活動、郊外の活動は自分が意味を感じることができた、それが僕にとってはすごく、なんか意味だったと思いますね。私は例えば今の会社を選んだのとかも、社会課題、世の中の社会課題を解決したいっていう気持ちが結構やっぱ根底にあるんですよね。流れてて、この国のその社会課題って僕はやっぱり一度レールから外れると戻りづらすぎるっていうことにあるなと思っていて、で実際データで見ても、このよく言われるんですけど、女性のこの M 字曲線と言われる、その一度正社員になってそこから離職するとむちゃくちゃ戻りにくいっていう構造があって、それってすごく誰もハッピーにしてないことだと思うんですよ。それこそ産休育休とか、あるいは男性でも病気になったりとか、あるいは留学行ったりとかして、一度レールから外れるっていうことなんて当たり前であるべきじゃないですか。でも一度外れるとそれは戻りにくすぎるという、日本の構造とか価値観っていうものが国にとっても損失だなってすごく思っていて、そしたらこの問題を解決しないといけないなっていうふうに思ってて、で当時その私一作目の本が、あの転職の思考法っていう本を出してるんですけど、その本を出した時ってやっぱ転職ってものすごく悪というか、転職って裏切り者がするものだっていう価値観ってすごくあったんですよ。それなんとかして変えたいなと思って、まあ、本も作って会社の事業も推し進めてきて、で今どうなってるかというと、別に転職ってそんなに変じゃないというか、結構普通じゃないですか。で なんなら新卒の学生さんとか喋ると、結構やっぱ転職前提にして就職されてたりするわけですよ。だから僕の中ではまあ傲慢かもしれないですけど、転職悪であるとかいう考え方はある程度消せたなっていうふうに思っていて、でじゃあ次の社会課題とか次に取り組みたいテーマとか、そういうものは何なんだろうっていうふうに僕は結構思うんですよ。ですし、こういう原点みたいなものに定期的に立ち返っているつもりなので、自分が何を求めて生きているのかっていうのはよく振り返りますし、考える傾向にあると思いますね。端的に言うと、